山品吉丸、山品吉丸、山品吉丸,丸、1900年、明治33年7月5日から1989年、平成元年1月28日は、日本の旧皇族。山品の宮菊丸王と、同妃、の子、戦災の大名字。旧名、吉丸王。山品鳥類研究所の創設者。階級は、陸軍中尉。 異界勲等は、肖像位、勲位等。尺位は公尺。学位は、理学博士、北海道帝国大学。生前に受けた栄誉及び表彰歴としては、第一級、ゴールデンワーク勲章授勲及び、ジャンデラクール章授章などがある。1900年、明治33年7月5日、皇族、山品の宮菊丸王の第二子として、 東京市麹島地区に誕生した。昭和天皇とは、実母、のり子妃、郝淳皇后とはまま母、常子妃を通じてのいとこにあたる。聖火は敷地が約5,500坪。幼い頃から鳥に興味を持ち、六歳の誕生日に一つ外のおしどの白星を贈られる。1907年、明治40年、学習院初等科入学、学習院中等科の時、 明治天皇からの佐田により、陸軍中央幼年学校予科に入る。陸軍中央幼年学校本科、陸軍士官学校、33期を経て、陸軍将尉に任官。法兵将校となる。1920年、大正9年、7月5日に叙勲、勲一等局実等科大受賞受賞。皇室の内に従って、親戚効果を願い出て、 7月20日の皇族会議で認められる。7月24日、大正天皇から山品の加盟と皇爵の爵位を与えられ、14位に助せられる。陸軍方兵中尉となるが、動物学研究の望みを立ちがたく、軍を退役する。1925年、大正14年4月21日、白爵、堺井忠道、旧小浜藩次女、菅子と結婚。 1929年、昭和4年4月、東京帝国大学、後の東京大学理学部動物学科専科、後の大学院に入り、講座就任は、谷津直秀教授、担当は、田中重補助教授、魚類学2年にわたって、動物学の基礎を学ぶ。1931年、昭和6年3月、東京帝国大学理学部動物学科専科終了。 1932年、昭和7年、山品鳥類研究所の前身である山品家、鳥類標本館を設立した同研究所については口実。1939年、昭和14年、北海道帝国大学、後の北海道大学教授、小熊館、小熊、モルの指導を受け、鳥類の雑種における不妊性の研究に取り組む。1942年、 昭和十七年、鳥類雑種の不妊性に関する論文によって、北海道大学から理学博士号を授与された。九百四十六年、昭和二十一年五月十二日、貴族院議員を辞職。まもなく公職追放となる。その後、鳥類の染色体の研究に取り組み、九百四十七年、昭和二十二年に、鳥類の分類に染色体による分類法を、 導入して国内外から高い評価を得た。1949年昭和24年関連論文の集大成、細胞学に基づく動物の分類を上司し、1950年昭和25年に日本遺伝学賞を受賞した。戦後のタンパク質不足から文部省から鶏の増殖について研究委託を受け、多産で肉質が良い鶏の品種改良にも取り組んだ。 その他、バリケントアヒルの雑種土板の増殖研究にも力を入れた。鳥類の保護にも大きな熱意を注ぎ、日本鳥学会会頭、日本鳥類保護連盟会長、国際鳥類保護会議副会長、同アジア部会長等を歴任した。1966年、昭和41年、四重法省受賞。1977年、昭和52年、 トリガクの世界のノーベル賞とも言われるジャンデラクール賞を受賞。1978年、昭和53年、世界の生物保護に功績があったとして、オランダ王室から第一級、ゴールデンアーク勲章を受賞した。1989年、平成元年1月28日、88歳で、逝去した。菅子夫人との間に子供はなく、公爵、 朝の長武と妹、安子の次男、吉丸からすれば、老いの山品吉政を養子に迎えた。鳥類学者の黒田長久は、義理のいとこにあたる。1931年、昭和6年秋、山品家の指定内に、山品鳥類研究所の前身である山品家、鳥類標本館、東京府豊玉郡渋谷町へ、渋谷、現在の東京都渋谷区、 南平台をし費を投じて建設着工する。冷暖房がない時代であったので、2階の標本室が外の気温に直接影響されないよう、天井を2層にした。このため、東京大空襲の際も標本は無事であった。1932年、昭和7年春、山下家鳥類標本館の完成。建設費は当時の金額で5万円。 鉄筋コンクリート2階建て126坪416平方メートルで1階が研究室と図書室2階が標本室観光後約1年間湿気を抜いたアジア太平洋地域の鳥類標本収集を開始し1933年昭和8年5月に山品家鳥類標本館開所式を行った春から標本類などを運び込む 山科家類標本館の体制は、吉丸館長、角で、研究員には、北大出身の山田忍、飼育担当は、妻の菅子と、佐藤祐吉、佐久間秀松の三人、標本、図書管理が日和三徳、標本採集のための食卓が、織井表次郎であった。1942年、文部省から財団法人としての認可を得て、 財団法人山品鳥類研究所を設立した。今日においても鳥類研究の機関として運営されている。1945年昭和20年3月10日、この日の空襲を含む東京大空襲において、焼夷弾の直撃を10発受けるが二重の天井のため、炎上しなかった。ただし、天井にひびが入り、雨漏りがするようになった。 1966年、昭和41年、戦災のため、雨漏りがするようになった2階を補修するため、天井の上に1階を継ぎ足し、3階建てとした。1992年、平成4年財団設立50周年を記念して、山品吉丸章が創設された。2009年、平成21年5月1日現在の総裁は、秋篠宮文人親王。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。